次はキッカー最後の360をやりたいと思います。フロントサイズ360は気をつけなきゃいけないところはちゃんとアプローチでしっかりヒールエッジで巻いて、でちゃんと後ろ足で踏み切って右腕でちゃんと先行動作を入れて、でしっかり空中では着地を見てランディングすることです。じゃあとりあえずやってみましょう。まずアプローチは軽くターンして、しっかり後ろ足で踏み切って、着地。まずアプローチは軽くターンして、しっかり後ろ足で踏み切って、着地。